板橋区の新名所、むすびの欅。中山道板橋宿は日本橋寄りから順に平尾宿、中宿、上宿の3宿で構成されていました。上宿に位置する縁切えのきは悪縁を断ち良縁を結ぶとして古くから地元の信仰を集める板橋名所の一つでした。それにあやかり2002年に開宿400年記念として平尾宿にあたる JR 板橋駅前の3本の欅を商店街と区役所が協力し結びの欅と名付け、未来に向けて意欲的に街づくりに取り組む人々の心の象徴としました。そして新たに板橋縁宿みくじを作り、板橋に集う全ての人々の開運厄除けを祈願してこの祠を設置したのです。